はい、スイスイプロジェクトのチンです。最近僕のチャンネルの中で多くの方が見てくれている動画っていうのがこちらなんですね。まあ、ポンポンポンと出しましたけども、皆さんこれらの動画の共通点ってわかりますか？これらですね、僕が大切なものを失った経験を通じて学んだことを、まあ、ストーリーと一緒にお伝えしているという動画です。で、改めて考えてみると、こういった話っていうのは障害を負った自分だからこそできることだなというふうに最近気がついたんですよ。ね、一般の方は、まあ、普通に生活をしていれば、まあ、人生の中で障害を負うっていうことは、まあ、そこまで頻繁に起こる出来事ではないですよね。で、頻繁に起きることではない出来事をある意味僕は経験しているわけなので、まあ、その経験から学んだことを皆さんにお伝えするというのは、まあ、何か皆さんの人生の中で、少し参考になる情報を提供できるんじゃないかなと思っています。なので、新しい価値を皆さんにお届けするという意味でも、こういったエピソードトークはちょっとシリーズ化して、やっていこうかなというふうに思っています。で、今日もですね、まあ、そういった自分の経験から学んだことをお話ししようと思うんですが、今日のテーマはですね、一歩を踏み出す勇気をくれた母の一言ということで、はい、兄に続き次は母の一言となります。まあ一言だらけですねはい、僕は人生を豊かにするものは行動と挑戦だと思っています。何か新しいことに取り組むことによって、自分の人生が広がっていく、そういうふうに考えています。でね、今ではこうやって偉そうに言ってますけど、障害を負ってからの数年間っていうのはどちらかというとね、何もやりたくないなっていう考え方だったんですよ。僕は19歳の時にアメリカンフットボールの試合中の事故で、障害を負いまして、その後ですね、半年間入院生活を送って、入院生活の後は実家に帰って2年間生活することになります。当時はね、まあ、できる限り人に会いたくなかったし、何か新しいことを始めようという気持ちもほとんど出ることはありませんでした。で、そんな中で自分の一番の当時の悩みだったことが、大学に復学することだったんですよ。はい、これね、今だから喋れることでもあるんですけども、当時ね、もちろんその同級生と一緒にもう一度大学に行きたいなっていう気持ちはありました。あったんですけども、それと同じぐらい本当に大丈夫かな、うまくいかなかったらどうしよう、体調を崩したらどうしよう、ああもう怖くてどうしようもない、どこかに隠れたいっていう気持ちもね、同じぐらいあったんですよ。まあでもね、その時は結構強がって、周りには大学に絶対復学するって言ってたので、周りもね、その気持ちに賛同してくれて、準備は着々と進んでいくんですよね。僕の実家は山口県にあるんですけども、大学は奈良県の天理大学というところなんですね。なので当然実家から通うわけにはいかないですよね。山口県から奈良県まで新幹線と近鉄を乗り継いで片道4時間ぐらいかなはかかるので当然無理です。なので引っ越しをしないといけなかったわけです。ただでさえね、大学に復学するのが怖いっていう状態の中で、引っ越しって一般の方でも結構ストレスのかかる出来事じゃないですか。それまで慣れ親しんだ環境を離れて新しい土地でもう一度生活を作っていくって結構大変ですよね。で、これが車椅子ユーザーになると、その大変さがもう5倍にも10倍にもなっていくんですよ。というのも、そもそも車椅子で生活できる家っていうのは結構少ないわけなんですよね。で、僕の場合、退院して2年間かけてやっと生活に慣れてきたその実家の環境を一度ストップして、新しいマンションで生活をしないといけない。しかも当時の僕っていうのは、日常生活の中でヘルパーさんにね、来てもらう機会っていうのが結構あったんですよね。例えば入浴の手伝いとか、あるいは移動支援なんかでもヘルパーさんを使っていました。で、2年間かけてね、ようやく信頼関係が築けてきたっていうような段階で、その関係も一度ストップして、新しいところに行って、また一から、そこでのヘルパーさんを探さないといけないっていうふうなことを考えた時に、あ、もう大丈夫かなっていうふうに思ってました。で、その上でね、当時の僕っていうのは車椅子で今ほど生活できる
ぐらいの体力もなかったんですよね。半日ぐらい車椅子に乗っていると、もう午後からは昼寝というか夕方までも寝てないと無理みたいな感じだったんですね。でその上で今ぐらい車椅子もこげるわけではなかったので、本当に不安でいっぱいでした。である時なんかはもういっそのこと副学なくならないかなって思ってたこともあったんですよね。でも着々と準備は進んでいって、じゃあようやく引っ越しをしようかっていう直前ぐらいだったかな。ちょっとね、明確な時期は覚えていないんですけども、母との会話の中で気持ちがねスッと軽くなるような、そんなやり取りがあったんですね。でそれは母の言った一言なんですけど、もし復学をしてダメだったらみんなで実家に帰ればいいよって何気なく言ってくれたんですよ。でその時僕にとってはその一言が、なんだろう、すごく心に響いたんですよね。というのも、大学に復学をするっていうことを考えていた時に、もしこれがうまくいかなかったらもう人生終わりだなぐらいな感じで当時の僕って思ってたんですよね。すっごい極端ですよね。でもよくよく考えてみると、まあ、仮にね、副学校して学校に通って、例えば体調を崩すとか、褥瘡ができるとか、人前で便が漏れてしまうとか、まあ何かあってうまくいかなかった時に、まあ実家に帰ればもう一度生活できる場所があるわけだし、でそんな僕を受け入れてくれる家族の存在もあるし、で地元にはね、僕のことをよく知ってくれてる昔からの友人もたくさんいると、そう思った時に、あ、うまくいかなくてもその後なんとかなるもんだなっていうふうにすごく気持ちが軽くなったんですよ。そう思えるようになってからは、まあなんとかやってみようかなっていうような気持ちがね、少しずつ大きくなっていったんですよね。それに伴って大学に行くのがちょっとずつ楽しみになって、早く復学したいなっていうような気持ちも出てくるようになりました。まあその後は4年間楽しく大学生活を送って、卒業後は大学院に進学をして、で今の生活に至るというわけなんですね。でまあ今ではね、本当にもうマグロのように毎日挑戦や行動ばかりをしているっていうような人生を送っています。この一連の経験で僕が学んだことは、どんなに最悪な状況になったとしても自分のことを受け入れてくれる人がいる、受け入れてくれる場所があるというものが、まあ、ある意味心の安全基地となって、でそこからいろんなことに挑戦できるんだなというようなことを学びました。でこの一連の経験にすごく似ている話が心理学の中にもありまして、それは発達心理学の研究者でもあるメアリー・エインスワースという方が唱えている心の安全基地という概念です。彼女は人間の愛着行動を主に研究されている方なんですけども、まあ、小さな子供がね、好奇心を持って外の世界に探求していくためには、母親のような養育者が心の安全基地として存在していることが大切だっていうふうにおっしゃっています。まあ、要は何か怖い目にあった時に、そこに戻れば、温かみを感じられる、安全を感じられる、そういった場所が確立されていると、人はいろんなことを挑戦し、いろんなことに行動を移せるっていうようなことをおっしゃっています。でこれまさに、僕自身に似てるなというふうに思ったんですよ。で、僕は19歳で怪我をして、ある意味一回もう死んだようなもんなんですよね。で車椅子での第二の人生をスタートさせました。で最初の頃は自分にできることがほとんどなくて、で何か行動するのも怖かったです。でも、母親や家族、そして実家という場所が、まあ、自分にとっての心の安全基地として存在してくれていたので、じゃあちょっと頑張ってみようかなという気持ちが生まれて、大学に復学できたのかなというふうに思いました。そして今でもね、いろんなことに挑戦できているのはやっぱり支えてくれる人とか、そういった場所があるからなんですよね。でこの一連の経験からね、じゃあ皆さんにどんなことがお伝えできるかなっていうふうにいろいろ考えてみたんですけども、まあ、言ってしまえば僕って結構恵まれていると思うんですよ。こうやって支えてくれる家族がいるし、それを支援してくれる環境もあるわけです。でこの動画を見てくれている全ての方が僕と同じような環境があるわけではないですよね。でそう思った時に、まあ、結構極端な話なんですけども、まあ、僕自身が、あるいはこのチャンネルが皆さんにとっての心の安全基地になるといいなというふうに思いました。ね、僕自身どんな人であれ
何かに挑戦するとか、あと何か新しいことを始めてみる、その背中を一緒に押せるような存在になりたいというふうに思っていますし、皆さんの挑戦を全力で応援したいと思っています。でそこで一つ提案なんですけども、もし皆さんの中で何か新しく始めてみようと思うことがあれば、あるいは何かチャレンジしていることがあれば、ぜひぜひ今日のこの動画のコメント欄に書いていただければと思います。でそのコメントを僕は全力でコメントと高評価で応援しますので、ぜひたくさん書いていただければなと思います。まあ縁あってね、こうやって動画を見てくれている皆さんなので、これを機会に一緒に自分たちの人生の豊かさに向けて、頑張れたらいいかななんていうふうに思っています。っていう感じでね、最後結構無理やりつなげましたけども、まあ今日の話をまとめますと、まあ今こうやって僕がいろんなことに挑戦できているのは、どんな状況になっても自分を迎え入れてくれる人がいる、あるいはそういった場所があるということが心の安全基地になっているということです。そして、人生というものは行動と挑戦で豊かになっていくと、そういうふうに信じているという原体験の一つを紹介させていただきました。まあ皆さんにとってね、何か一つでも参考になるような話があれば、高評価あるいは SNS 等でこの動画を紹介してくれると嬉しいです。ということでね、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。以上、チンでした。バイバイ。